新生系バンゲリオン新生系バンゲリオン新生系バンゲリオンは原作、カラー、漫画、低本企業による日本の漫画作品で同名テレビアニメのコミカライズ作品。アニメーターでもあり、同アニメシリーズのキャラクターデザイン担当であったテ本ボンによる漫画家である。通称はテ本ホンイ月刊少年エースにてアニメに先行する形で1995年2月号から。 連載開始された。2009年3月に新たに創刊される同社の漫画雑誌、ヤングエースへの遺跡が発表された。2009年7月より同誌で連載が再開され、2013年7月号で完結した。単行本は全14巻で角川コミックスエースより発行。2014年11月20日発売の第14巻プレミアム限定版は、 週刊売り上げ30.7万部で首位を獲得した。2014年11月時点で累計発行部数は2500万部を突破している。2021年には英語サイズ全7巻の愛像版が刊行された。連載当初のタイトルには新世紀がついておらず、月刊少年エース1995年9月号からタイトルが新世紀エヴァンゲリオンになった。 連載当初は、毎号掲載されていたが、アニメ終了後から1年以上の長期救済が3度、あり、順調でも、各月掲載ペースなど、原作のある漫画としては、進行が遅く、単行本も2年から3年に一冊刊行のペースとなった。2013年6月4日発売の、ヤングベース7月号で最終回を迎え、足掛け19年の長期連載作品となった。 その最終回が掲載された号は、完売が続出し、8月号で再掲載に至った。漫画版と称されてはいるが、アニメの原作ではなく、t v シリーズと、旧劇場版の原案、脚本をもとにした、コミカライズ作品である。また、ヤングエースでの再開前、雑誌の公式サイトで公開された、作者インタビュー記事では、あくまで t v シリーズと、 旧劇場版をコミカライズしたものであるため、新劇場版の追加要素を入れるつもりはない旨を語っていた。基本線はアニメを踏襲しつつも、コミカライズにあたり執筆を手掛けるテーボンによって、ストーリー進行やキャラクターの性格に独自の解釈がなされ再構成されている。テーボンはアニメと漫画のフォーマットの違いを意識し、対象年齢を十四五歳に想定しつつも、 難しすぎて下がらないと語った上で、神の視点であるアニメに対して少ない情報量でわかりやすくし、主人公の心の流れを軸に、エヴァの世界観を見ることを心がけた。特に、渚カオルに関しては登場時期や碇ンジとの関係性、性格なども大幅に変更されている。漫画版では、サンダルフォン、マトリエル、いろいろ、デリエルの4体の首が削られているため、 使徒の数は全13体である。終盤の展開は旧劇場版、エアー、真心を君におもとにしているが、結末は新人が再生された世界で未来へ歩み出すという独自のものになっている。なお、単行本最終巻では本編終了後に番外編として、大学時代のりゆいと六分儀言動、新劇場版に登場した巻浜はりを描いた、一枚読み切りの 短編描き下ろしエピソード、夏色のエデンが追加された。テーボンはこの漫画版執筆のために、原作アニメには、キャラクターデザインと作画の一部しか関わっていない。ただし、初期にはアイデア出しなどで、第6話までは何らかの形で関わっている。また、第24話は作画監修をしている。西暦2015年、14歳の少年、碇真治は10年以上前に、 彼を捨てた父、怒り言動に突然呼び出され、謎の生命体、使徒に襲撃される、第三神道教師で、それを殲滅するエヴァンゲリオンの諸公機に乗り戦うよう、命じられる。神事は父を憎みながらも反発心から乗る決意をし、恐怖に耐えながら、使徒に挑む。所属組織ナーブの上司である。 カツラギのミサトと同居することになったシンジは、ミサトに反発して家出するなど葛藤しながらも、エヴァパイロットを続け、ミサトや同級生の鈴原当時、アイダケンスケと親しくなってゆく。同時に、シンジはもう一人のパイロット、アヤナミレイと交流し、寡黙な彼女に戸惑いながらも、共に困難な戦いを乗り越え心を通わせる。その後、新たなパイロット総流、アスカラングレイが加わり、 彼女も、ミサト宅に同居する。同時期に、ミサトの元恋人で、ナーブ職員の家事行事が日本に帰還する。彼のスパイ活動を知り問い詰めるミサトに、家事は、ナーブ本部内に極秘に隠された第一子と、アダムの存在を教えるが、偶然その場にいた、シンジもそれを知ってしまう。家事はシンジに、玄道がゼーレという組織をバックに持ち、 司会文書という予言書に従った計画を進めていると説明。シンジはエヴァを作り出したのが自分の母イカリ、ユイであると知り、彼女が実験中に幼い自分の目の前で消滅したことを思い出す。後日、エヴァ3号機のパイロットに当時が選ばれ、彼の乗る3号機が突然シットに取り付かれる。対決するシンジが当時を暗示て戦いを拒絶したため、 玄道は実験中のダミーシステムを作動させて、初号機を動かし、使徒殲滅と同時に、当時は死亡する。シンジは玄道に生き通り、パイロットを辞して、ナーブを離れようとするが、その矢先新たな使徒が襲来する。シンジは火事に説得され再び初号機に乗るが、使徒を捕食して覚醒した初号機に取り込まれ、戻れなくなる。その間、税例は玄道に不信を抱き、 計画の切り札となる少年タブリスコとナギさ、カオルを目覚めさせ、ナーブに新たなパイロットとして送り込む。シンジは初号機内で母ユイと対話する夢を見た後、霊たちの祈りに応えるように機害の世界へと戻る。一方でカジはスパイ活動の狭間で危機に陥り、ミサトに機密データを託して殺害される。やがて首都による精神汚染で正気を失い、 寝たきりとなったアスカに代わり、カオルが正式なナーブのパイロットとなる。ある日使徒との対戦で霊は精神を侵食され、心に秘めたシンジへの独占欲に向き合わされ苦悩する。使徒の侵食は、カオルや助けに入ったシンジにまで及び、霊は使徒を自身に封じ込めて自爆する。シンジは霊の死に苦悩し、軽くあしらうカオルに激怒するが、自宅に帰ることも辛く感じて、 カオルの部屋に縮みを寄せる。一方、使徒を通じて、真珠を思う霊の感情が流れ込んだカオルは、人の抱く愛情に興味を惹かれ、真珠からの行為を求める。数日後、生き返った霊が現れるが、彼女は一連の記憶を持たなかった。戸惑う真珠とミサトに対し、エヴァ開発の機密を知る赤切りつコは、霊と同じ姿だが、魂のない。 ダミーシステムの器となる人体の大群を見せ、今いる例はスペアである。その一体に魂を宿らせたものだと告げ、幻道の裏切りにあった苦悩からそれらを壊す。やがてカオルは、ゼールの命令により、首都としての正体を表しナーブ本部を襲撃するが、そこに隠されているのが、実は、アダムではなく、リリスであるために目的を果たせないと知る。カオルは、真珠の手で殺されることを望み、 受け入れた真ジは初号機の手で彼を殺す。度重なる苦悩に真ジが戦うことへの疑問を抱き気力を失う中、イレはついに保管計画を実行すべくナーブの権限を破棄し、本部を襲撃させる。番外編。1998年、16歳で京都大学に飛び級し、冬月構造の研究室に所属する少女が主人公。彼女の先輩。 碇ユイは六分に玄道と交際している。彼との仲をのろけるゆいに、少女は幻滅したと言い放つ。ある日、少女がゆいのメガネを盗んだことが本人にばれ、同時に少女がゆいに恋心を抱いていることも知られてしまう。少女はゆいに謝罪し、自分がイギリスに留学することと玄道との幸せを祈ると伝える。ゆいは少女を責めることなく、 普段のメガネをそのまま彼女に与え、牧浜はまりさんとその名を呼ぶ。単行本の第4巻までは主要スタッフと出演声優のコメントが収録されている。a ご飯の愛像版が2021年に刊行された。通常版の2巻ずつが1巻に収録されている。アメリカではビズメディアより複数のバージョンで刊行されている。はじめに通常版。 1> 第1期が1998年12月6日から2003年5月にかけて第1から7巻まで発行された。次に、スペシャルコレクターズエディションが2002年2月1日から2003年5月にかけて第1から7巻まで発行された。現在広く手に入るものは通常版第2期リリースのものであり、こちらは第1から11巻まで発行されている。基本的には、 アメリカ版の表紙は日本版と同じものが使われているが通常版第2期の第2巻の表紙のみ日本版とは違うものが使われている。台湾では台湾東版から第6巻まで出版された後台湾国際角川書店に版権が回収され以降は同社より出版されている。ありがとうございます。